パソコンをしながら自転車に乗るポール・ギンスパーグ・ポール・ギンスパーグはアメリカの物理学者。2001年からコーネル大学の教授、アメリカ物理学会のフェロー、プレプリントサーバーであるアーカイブの開発者として有名。アーカイブは1991年から2001年、彼がロスアラモス国立研究所のスタッフだった時期に開発された。論文の投稿分野は、 場の量子論、原理論、友果立場理論、量子重力理論。次の格言は、しばしばギンスパーグにその起源が返せられる。しかしギンスパーグ自身によると、この言葉は1980年代初頭、物理学者シドニー・ーコールマンがメールへの返答の際に用いたのが最初だという。そしてその10年後、世にインターネットが普及し始めた頃に、ギンスパーグがメールの返信の際に、 上の格言を付け足すようになったのだという。1996年に、ギンスパーグはこの区断の真偽を確認すべく、コールマンに対して、この件に関する私の記憶が正しいかどうか、ぜひ教えてほしいと、メールで質問を送った。これに対しコールマンは次のように答えた、ロズウェル事件の起源について僕が何も知らないのと、同じように、グローバルビレッジ・イリオットという言葉の起源に、 ついても、僕は何も知らない。ありがとうございます。